この回3人1点を加えリードを広げます。先発は黒田、初めて投げる長野のマウンドに苦しみます。5回ピンチで2番柴田、ボールが高くなりました。持ち前の粘り強さが見られなかった黒田、リードを守れませんでした。8回阪神がオメスのスリーラン